ケンとアリのアバンチュールラジオ。はい、そんなことで始まりました。はい、始まりました。ケンアユアバンチュールラジオ第15回目になりますけれども、はい、今日はですね、ちょっとテンション高めにですね、そうですね、あの勝負パンツを履いてですね、はい、私も勝負パンツを履いて本当ですかそうですよ、本当ですか、そうですまあそこはそこ置いときましてですね、今日はですね、ちょっといつもよりテンション高めにですね、緊急放送ということですね。そうですね、臨時放送に、はいはい、なっております。まあ、なぜかと言いますとですね、あのケロログのトップページのウィークリーピックアップ選んでいただいて、はい、そういうことで、はい、はい、本日12月16日水曜日からですね、1週間、全世界の女性に向けてですね、女性だけですか、女性だけですね、そういうそういうことないですね、老若にゃんにょん、老若にゃんにょんですね、そう、いろんな方に向けてこう聞いていただけるということですね、あのこのケンアユコラボのですね、音楽から、はい、まあ、こう喋りからね、いろんな魅力をですね、はい、できるだけ多くの方に伝えられたらいいなと。そうですね、はい、あとはですね、まあちょっとまあ置いといてですね、何も言ってないのに何置いたんですか、ちょっとなんで、ちょっとこのテンション疲れてきましたので普通でいいですよ、はい、はい、はい、ということでですね、はい、今あの聞いていただいたのがですね、はい、私ケンがですね、歌うアバンチュールラジオのジングルのロックバージョンになりますけど、ね、はい、かっこいいですね、 ありがとうございます、はい、あのこれを流したところですね、はい、あやちゃんがですね私も、はい、お前ばっかりかっこいいのずるいじゃねえかと同じにも作れと踏んづけられましてですね、はいはい、作ったのがこちらになります、はい、あ、そうれあよっしょあばらばらばらばんちゅラジオ、どうですかこのふざけ切ったあのジングルは本当にもうお聞きの皆様申し訳ないという感じなんですけれど、まあね、一応その、まあ、ミュージシャンがですね、はい、やってるラジオということですね、このジングルっていうのをですね、まあ、ちょっと方にですね、まあ、協力していただいて、はい、ジングル特集ということでね、はい、お送りさせていただきたいと思うんですけどもね、まずは、はい、こちらです。イケメン声のケンさんとあゆ姫がお届けするケンアユアバンチュールラジオ。どうですかこの美しい声のジングル。いいですね。これはですね、あの、まあ、同じくケロログでですね、はい、萌え木色の風というボイスブログでですね、こう癒し系の声を皆さんにお届けしているシオンさん、ね、シオンさんですね、女性の方、まあ、料理上手でね、あの写真も上手 で、 写真も上手でいろんなことができるという方ですけど ね、はい、考えてくださってフレーズもあのバックに、ね、私がピアノを弾いたんですけども、はい、じゃ続いてこちらです、はい、こちらはですね、はい、大阪の方でですね、ミスティーブルーというですね、はい、ボーカリストとして活動されているエミコさんというね、はい、女性の方の、メガミンボイスで有名な、はい、なんて言いますか、メガミンボイスで、メガミンボイスで聞きましたけど、大丈夫ですか、メガミンボイスで、はい、はい、もう美しいね、はい、ボイスで、実際あのエミコさんはですね、もうちょっとこう大人な感じのね、そうですね、しっとりした歌を歌われる方なんですけど、ね、はい、ちょっとあの可愛らしくね、そう、アカペラでいただいたんですけど。まあ、ちょっと可愛らしいアレンジをさせていただいて、そうですね、だからあの作ってくださったんですよね、そうですね、こんな感じは、はい、っていうんでそれに音を、はい、そうですね、ゲーム値がつけたということで、はい、はい、で続いては、はい、こちらです。はい、日本人でありながら、はい、アメリカ人よりも英語がうまいんじゃないかという噂の、ね、はい、そうですね、いやいや、そんなことはないですよそんなことないでしょうってツッコミが欲しかったんですけど、湘南育ちのですね、育ちかどうか知らないませんけど適当だな湘南の海の女ですね、海の女ボーカリストのですね、さすがのマスガさんっていう、そうですね、さすがのマスガで大丈夫ですか、怒られませんか、何言っても一緒大丈夫だと思いますさ、ね、マスガさんね、マスガデースガみたいな、マスガデースガ怒られませんか、大丈夫ですか、大丈夫です、はい、もうまあちょっとこう、なんていうんですか、もうアメリカンな感じはね、ちょっとね、
自分のイメージしたこうジャズっぽい感じの、すごくかっこよく ね、はい、あのアレンジしてくださって、ね、というさすがあの英語のお仕事してるだけあって素晴らしいです。はい、でですね、まあ、こちらお三方に今はいただいてるんですが、はい、今回ですね、また特別にあの新しく、はい、あの歌わせてくださいと言ってくださった方がいらっしゃいましてですね、はい、ありがたいです。あのでちょうどですねこのタイミングで流せることになりましたので、はい、はい、でこちらです。ということですね、もうパラパラバージョンという感じ、かっこいいですね、これすごい好きなんですけどね、はい、でこれ歌われてる方がですね、はい、ゆきりんというですね、はい、あのもうあゆちゃんのケロログにも自分のケロログにもアバンチュールラジオにもですね来てくださるという本当にケアユのそうです、ね、ファンになってくださったという、はいはい、方なので、まあ、既得な方です、はい、もう本当に、はい、あの話さないぞってずっとせっかくファンだったからにはっていう、もね実際 あゆちゃんがですね以前あの、はい、ケロログのですねピックアップに、はい、あの紹介された時にちょっと来られたんですよね、はい、見つけてくれたんですよね、それから、ね、その時にケンアユのコラボ曲を流してたらば、はい、ケンのファンにもなって、はい、まあ無理やりですけどね、なんか無理やりですけどねまあそんなことでまあずっと仲良くさせて、ね、ずっとそうですね、はい、はい、今流れたのはですね、はい、あの私があのちょっと弾いてみたジングルなんですけども、はい、なるほど、はい、これに、はい、はい、2,3 個あるんですけども、はいはい、それでこれにちょっとあのワンフレーズというか歌ってくれる方が、はい、手を挙げてくださる方がいたら、はいはいはい、だから言っちゃダメです、はいはい、いたらあの私するので、はい、あのそしたらそうですね、はい、ちょっとね歌うよって言ってくださるとね、はい、頼みやすいですね、頼みやすいですね、お願いしやすいので、はい、そしたら、はい、あの次の次回の時にね、ジングル流させていただくので、はい、よかったら、はい、声かけてください、はい、お願いいたします、はい、ということでですね、まあ、はい、ケンアユアバンチュールラジオですけれども、はい、もう皆様の協力あってのラジオですので、はい、あの今後ももういろんなこう企画を考えたりして出ますけれども、はい、足当たりあの来年にちょっと CD を出そうかと、そうですね、はい、まあ、その際には、はい、C さんの CD 褒め殺しのというコーナーをですね、あのぜひ作りたいと思ってますので、はい、毎週のように C さんにですね褒めていただくっていう、ね、曲を褒めていただく、ケンアユの曲を必ず褒めなければいけないというね、まあそんな企画もやりたいなと思ってますので、ね、そうですね、はい、はい、皆さんよろしくお願いします、はい、ということでですね、今日はですねこのピックアップのために作りました、ね、はい、ケンアユのメドレーをですね、はい、流し終わりにさせていただきたいと思います、はい、ということで、はい、じゃあケンアユさんです。Stop the time.
ゼント。Yeah.